島県奥会津、南会津町南郷地域。変化に富んだ南郷地域の気候が全国から注目される味と品質を生み出しました。ビニールハウスの中でたわわに実るトマト、このトマトは南郷トマトと呼ばれ、昭和37年から栽培が始まりました。消費者の手に届く時期に最高の状態になるよう、真っ赤に色づく前に摘み取ります。南郷トマトの最大の特徴は、なんといっても甘さとしっかりとした食感です。昼夜の気温の差が大きい南郷の気候が評判を呼ぶ味を作り出したのです。今、収穫の最盛期を迎え、全国へ向けて発送されています。平成12年からはトマトジュースの販売も始め、その甘みとコクはトマトジュースが苦手な方からも支持を得ています。皆さんに喜んでもらえるようなトマトを作るということが一番大事な部分でないでしょうか。とにかく南郷のブランドを傷つけないように、若い後継者を育てるために一生懸命日夜励んでいるところでございます。生産者の皆さんの思いがぎゅっと凝縮された南郷トマトをぜひご堪能ください。9月1日土曜日、毎年恒例の南郷豊年祭りが開催されます。メインとなる花火大会に加え、豊年踊り仮装大会、バルーンアート大道芸など、子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。ご家族連れでぜひおいでください。お問い合わせは南郷豊年祭り実行委員会、電話 0241-7220-41 までどうぞ。